先週に引き続き、XSR125 を紹介していくよ。今回は山道を走行してみての感想や、ご覧の通りバイクを止めて細かいところも見ていきます。気になるあんなところやこんなところもじっくり見ていこうと思うよ。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケによるモトブログだよ。ゆっくりしていってね。お、出やがったな反応式信号目。ふふふ、しかし貴様がバイクに反応しないことなど百も承知。ボタン押しに行くために左側に止まってて、うん。変わるんかーい。この信号は YZF よりも XSR 派。というわけで仁義なき官能式との戦いが初に終わったところで、引き続き XSR で愛知の山々をツーリングしていくよ。ちなみに前回の最後の方で、レバーの位置がかなり遠くて厳しいという話をしましたが、かなり手のひら全体に負担になってきちゃったので、アクセル側にこんなもの付けさせてもらいました。その付け根で押すだけでアクセルがひねられるので楽々。付けたところで早速だけど、何の意味もなさないヘアピンカーブを曲がっていくよ。さてさてどれくらい攻めれるかな XSR。 運営とってもいい。今2速でカーブに侵入して、VVA が発動したの分かりました？ 125cc OHC エンジンのバイクは、割と高回転域が苦手なイメージですが、YZF、MT、XSR と共に装備されているこの VVA という機能、弱点とまでは言わないですが、OHC エンジンが苦手なその高回転域を、高回転用と低回転用の2つのカムを最適に切り替えることで、しっかりと高回転まで美味しく分回せる仕様となっております。それでいて OHC エンジンの真骨頂は下の回転域での力強さなため、カーブに侵入してから出ていくまで、しっかりとしたパワーを感じられ続けれるよ。で何やらぶつくさ言っておりますが、私マグロユッケそんなに足も長い方ではないのですが、なんだかすごくシフトペダルが窮屈に感じます。うん、これに関しては正直慣れだとは思いますが、さっきから何回もシフトダウンミスってて恥ずかしいよ。でごめんね、 VVA の話に戻るんだけど、高回転まで美味しく分回せるのはいいんですが、そこから道路状況に基づいてシフト操作を行おうものなら、どうしても初心者の人やマグロユッケみたいな下手くそは、回転数を合わせれずにギクシャクなギアチェンジをしがちですが、それはそれはもう、綺麗に繋いでくれます。3台ともアシスト&スリッパークラッチが搭載されてるので、125cc なのにもう本当にギアチェンジがスムーズすぎて気持ちがいいよ。おまけにミニペケちゃんの GOHC エンジンよりも燃費がとってもいいとくれば、これ、本当に 125cc エンジンの完成形と言ってもいいかもしれないよ。冗談抜きでエンジンだけ見れば 125cc として最強だなこの3台。もろちんミニペケちゃんのバッカみたいに分回せる GOHC エンジンもすごいけど、この VVA とアシストスリッパの組み合わせに走ってやられた感があるよ。マジで走り心地はぜひみんなに乗ってほしいくらいいいのにな。惜しい、惜しいぞ XSR。やえー。やえー。おじぎやえ。とりあえず道の駅どんぐりの里稲部に到着。運今日はいつもよりもバイクがいっぱいだ。ヨーゼフの時は全然だったけどさすがにこれだけバイク乗りがいれば、一人くらいは XSR125 に気づいてチヤホヤしてくれるはずもなく、誰一人としてを、ってなってる人はいませんでした。この前ヨーゼフできた時も周りにピンクナンバーがあんまりいなかったし、やっぱり大きいバイクにお乗りの人たちに破損関心がないのかな。125cc はいいぞー。でここからですが、ヨーゼフの時は奥三河広域農道を抜けて新城方面に行きましたが、ちょっともう少しこの気持ちよさを味わいたいので、ルートを変更して茶臼山高原道路を抜けていきます。気持ちいい。快晴の茶臼山高原道路は最高だぜー。というわけで元気に XSR125 で結構な勾配の山道チャレンジですが、うん、思ったよりもぐんぐん登ってくれるし、体重移動もスラッとできて車体も倒しやすい。ただ、タンクの形状だとは思うけど、ニーグリップがなんか微妙です。別に挟めることは挟めるしできないわけではないんだけど、なんだろうこう YZF やミニペケちゃんのように、タンクがそれように絞られていないので、挟めてもタンクに当たるのは太ももの4分目あたりまでってところだよ。YZF やミニペケちゃんは膝のあたりまでぐっと挟めるので、ちょっと気になる人は気になるポイントです。マグロユッケ派なんだかいつもよりもだいぶ膝が遊んでるような感覚がして、ちょっとだけ苦手だったよ。ウオトトトと面のキーインターここか。今回は道がメインだったので茶臼山高原までは登らず、ここ面のキーインターで降りた後、奥三河広域の道の前半、通称ささぐれも短い道を通って、そこからは例によって下から新城方面まで抜けていくよ。
面の木インターで降りてからささぐれもみじ街道の入り口まで。この道が地味にマグロユッケお気に入りコースです。これでもかってくらい対向車も来ないし、こんな感じのちょっとした峠道も楽しめるよ。まあだからといって峠を攻めるなんて言えるほどのライディング技術はないんだけど、このバイクしてるわーっていう感じがたまらなく好きだよ。あと単純にどこを見渡しても自然しかないってのがポイント高いね。おバイクしててよかったー。おバイクすること10分ほど。ふもとの村つぐ村が出てくるので、それを目安に1キロほどの地点にある。ここを右に曲がると笹ぐれも短い道だよ。特に何も案内がなくて激ムズだけど、まあマグロユッケの視聴者の皆さんなら迷うことはないでしょう。もう地下交易農道も目をつむってても完走できるんで、ここ笹ぐれも短い道なんだけど、マグロユッケがたびたび紹介している交易農道を組み交わせんの。いわゆる前半に当たる区間で、その名の通り秋になるとそれはそれはもうもみじがたくさん紅葉してません。残念だね。その名前から最初はマグロユッケも期待にドキがムネムネだったけど、ちょこっとあるだけで高欄系近くのもみじ街道ほどではないよ。こっちにももみじのトンネルとかあってくれたら最高なんだけど、まあ今のところは単にワープとしてしか使ってないよ。あ、しまったな。今の脇道を降りたらどうなるのかすごい気になったのに、気になっただけで通り過ぎてしまった。あの頃のマグロユッケなら U ターンして探検しに行ってるのに。まあ皆さんがまた通院に入ったし、ミニペケちゃんでどっかまた探検しに行こうかな。あなたの街の気になる探検スポットがあればぜひ情報をお寄せください。てなわけで15分くらいかな。走ると257号線に合流できるので、左に曲がっていつもの道の駅下らに向かうよ。そしていきなり到着。さあて今度こそこれだけいれば XSR を取り囲む輪が出来上がるはずもなく、あれれおっかしいぞー。まさに今や発売したては大沸騰中なはずなんだけどな。誰も立ち止まるどころかピクリともする様子がない。XSR がそれだけ大きいバイクたちに溶け込めちゃってるのか。それかまあ本当に勝敗企業に興味ない人ばっかだったのかな。マグロユッケならこっそりミニペケちゃん並べて写真撮っちゃうけど。そのようなことがあろうはずがござ。国道420号線から県道35号線へ。いつもの通行止め区間を迂回して、道の駅つくで手作り村へ向かうよ。あれ、でもなんかいつもよりも通行止めの看板少なくなかった？いつも端しつこいくらいこの先3キロ地点通行止めって書いてあるのに。まあいいか。いつもの大きいヘアピンカーブをひたす曲がって、一つ目の交差点を右折して通行止め区間を迂回してんの。あーちょっと待てよ。あれ、いつもの看板もしかしてなかった？これはもしや。うおー。工事終わったぞー。マグロユッケがミニペケちゃんに乗り出してからというもの。なので4、5年くらい？ずっと通れなくて完走することができなかった県道が、やっとこそ工事関係者のたゆまぬ努力によって通れるようになってました。うろおー、ここを通り抜けられるの派でかいぞー。あっという間に、いつもマグロユッケが迂回してくる道の出口まで来れました。これでこの辺りのライダーたちのツーリングの幅がぐっと広がったね。マグロユッケみたいな迂回路を知らなくて諦めてた人たちも、つくでしたらどんぐりの三大ライダースポットを、素直にまっすぐ回れるようになったってことだからね。もう二度と道が崩れないことをみんなでお祈りしときましょう。ストレスフリーで道の駅つくで手作り村に到着。けどやっぱり日曜日だし下はいっぱいか上に行こう。いやーでかい、本当にあそこの開通は嬉しいね。みんなもぜひ見に行ってみてね。というわけでお待たせしました、じっくりな目回しタイムだよ。うろおーかっけー。今回のヤマハ 125cc 三兄弟。走りもさることながら、特筆すべき派その見た目。ヨーゼフこと YZF-R125 はまさに YZF の名にふさわしい。その血をしっかりと受け継いだフルサイズ125スーパースポーツだったし。こちらも XSR の名に恥じない堂々としたスタイル。700や900の XSR よりもマグロユッケは見た目かっこいい気もします。そりゃ 125cc 車格なのでフルサイズとハイエ少し小さめなので、ぎゅっとうまいことまとまってるように見えるよ。フロントフォーク改めて見ると太いなぁ。ちょっとそのあたりから XSR の豪華装備を掘り下げていこうかね。というわけでこちらインナー 37mm 系の倒立フォーク。今回のヤマハ 125cc 3台みなこれです。XSR と YZF はカラーリングによってここがゴールドじゃなかったりするよ。どうせならゴールドがいいって思うかもだけど、 125cc にこのサイズの倒立フォークってだけで存在感群抜すぎるので、ゴールドは諦めてカラーリングで選ぶのもいいと思うよ。ちなみに性能に関してだけど、まあ正直ミニペケちゃんとの違いもそこまで感じなかったよ。道路のギャップを真っ向から踏み抜けばちゃんと腕に伝わります。逆にこのレベルのものとあまり違いがわからないミニペケちゃんがどうかしてるね。ブレーキは2ポットキャリパーにオーソドックスなディスクの組み合わせ。またヨーロッパ仕様と違ってこちらはフロントも ABS がついてます。そして水冷なのでもロチンラジエーターがあります。
このラジエーター角度のかっこよさ共感できる人いる？でっかいヤマハの刻印が目立つクランクケースに、噂の VVA 搭載単気筒 OHC エンジン。ちょっとだけスペースがスカスカ感あってマグロユッケは気になったんだけど、まあジャズ50とかのそれほどではないから大丈夫だね。関係ないけどアンダーカウルがタフな見た目でかなりいいです。冒険したくなるね。してサイレンサーは至って王道な円形のものに、これでもかってくらいのヒートガードが覆いかぶさってます。ミニペケちゃんもこのくらいガードがついててくれたらあんなことには。まあ詳しくは今後の動画にて。あとこれ、ヨーゼフの時も気になったんだけど、このスプロケについてる輪っか派なんなんでございましょ。何かすごい機能があるに違いないんだろうけど、クソバイクに詳しくなりてよー。あ、125cc なのでもちろんタンデムステップもあるよ。そしてこちらがマグロユッケが少し窮屈に感じていたシフトペダル。こうやって見ると少しステップよりもシフトペダルが上を向いてるような。シフトダウンが本当に足首のスナップだけで効かないシーンが多かったので、本当に株のシーソーペダルみたいに上からガチャッと踏み下ろしてました。だって入らないんだもん。ハンドル周りは至ってシンプル。多少ホーンスイッチがウィンカースイッチと近いのが難点だけど、まあ今回8時間レンタル中に2回誤爆しただけで済んだよ。ホーンスイッチをもう少しだけ遠くしてくれたら80点くらいだったで、スターターがキルスイッチと一体になってるのはよく見るんですが、これを下にスライドしてエンジンをかけるバイクは初めて乗りました。このタイプならキルスイッチを見落としてエンジンかからねえよパニックに陥ることもないね。でタンクもこう見るとニーグリップ用にか絞られてるように見えますが、これがなんだかしっくり挟めないんですよねー。この手のバイクはそういうもんなんでしょうけど、XSR にもオプションのタンクパッドが貼られてました。かっこいい。お次に XSR のシートは、ここの鍵穴をキーで回して外します。ちなみにヘルメットロックなどはありませんでした。でシート全体を後ろにスライドして持ち上げれば、ご回答、したところでやっぱりスクーター以外のバイクなんてこんなもんだね。ドラレコの本体とか電源取り出しのユニットとかは入るかな。いよっし、それじゃお待たせしました。恒例の足つきチェックのお時間だよ。マグロユッケは168センチ、とっても平均的なつまらん男です。字幕が邪魔なので真ん中行きます。両足でつこうと思うとつま先ちょんちょん。片方の足をステップに乗せれば、やっとかかとまでつけるといった感じ。まあ実際乗り出してみればこれだけつければ案外大丈夫なもんだよね。正面からの見た目はこんな具合です。足つきの悪さは単に幅の広いシートのせいだけかと思ってたけど、またがる部分が絞られていないのもあれしてるね。ミニペケちゃんや YZF の時はもっとスッと足がまっすぐ伸びてるんだけど、どうしても股関節が広げられて足が両側に開いちゃいます。身長160前半より低い人は厚底必須かな。またちょっと簡単にだけど取り回してみます。 XSR も YZF もこれだけの豪華装備で重そうに見えますが、そこまでしっかりとした取り回しの姿勢を取らなくても、軽いのでちょっと重たいチャリンコくらいの感覚で取り回せます。大型でこんなことしてたらもうぶっ倒しちゃってるね。そしてさすが安心と信頼のバーハンドル。小回りがよく効いて U ターンも楽々です。YZF はなかなかに苦労してこんな絵も取る気さえ起きませんでしたが、アーフットワークの軽さ、これぞ 125cc の醍醐味。バーハンはいいぞー。そして再三言ってきた例のレバーが遠い問題です。うまいこと伝えられるカメラワークじゃないのが残念なんだけど、手を開けばそこにクラッチレバーがあってスッと握れるような感じじゃなくて、自分からこうぐっとレバーを引き寄せに行くようなイメージです。これほんと女性とか手の小さい人はどうすんだろって思いました。アジャスター付きレバーに変えるのが前提なんだろうか。
マグロユッケもミニペケちゃんのレバーを有価な野生のアジャスターレバーに変えてますが、あれは単にこの時期ハンドルカバーに干渉するからって理由で変えていて、純正レバーでも遠いなって感じることも一切なかったのに、これだけ疑問に思うってことはそれだけの違和感なんだろうね。遠いなぁ。というわけでいかがなもんだったでしょうか。 XSR125 なんだか最後の最後にダメ出しで申し訳ない気分だけど、あそこだけは検討してる人たちにどうしても知ってほしいポイントだったので、多少ヤマハさんに恨まれようともお伝えさせてもらったよ。全体的な雑感として破損、ヨーロッパの人たちの体格に合わせたまま日本に上陸しちゃったねって感じ。エンジンやら駆動系やらの走行に関わる部分においては、そりゃもう 125cc ここまで上り詰めたかってくらいの感動を覚えたんだけど、それだけにとっても惜しい、あともうちょっと、と感じてしまいました。きっとあれだけ話題になってたっていう期待も大きすぎたんだろうね。ただまあマグロユッケの期待が勝手に大きくなっていただけで、そういった期待部分を取り除いて XSR125 というバイクを見てみれば、YZF も含め本当にこれで50万円なら安いと感じる装備、性能にまとまってました。レンタルバイクの店員さんも言っていましたが、それだけ色々あるってことはカスタムの幅も広がるということ。マグロユッケも GSX になんだかんだ色々やってきましたしね。総合的にカスタム費用も含め GSX よりもお金が安く上がるってこともあると思います。それを思えば全体的な初期投資として、絶対的なお気に入りの1台をまずは手に入れるのもありだと思うよ。みんなもよかったらヤマハレンタルバイクさんでレンタルしてみてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、X フォローよろしくお願いします。ではでは。燃費はやっぱり驚異の50キロ超えでした。恐ろしいぜヤマハ 125cc。